コスミン・マリウス・コントラは、ルーマニア・ティミシュアラ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。コズミン・コントラと表記されることもある。攻撃的な攻め上がりが持ち味であった。ルーマニア代表としてのキャップは70を超え、キャプテンとして信頼を集めた。警告を受ける機会が多く、2008から09。 シーズンにはおよそ100分に1枚の割合でカードを受けた。1993年に地元クラブである FC、ポリテフニカティミショアラでデビューすると、1995年に同国の強豪ディナモブカレストに移籍。1999年にスペインのデポルティーボアラベスに80万ドルの契約金で移籍。1999から00シーズンには一部、 昇格組でありながら UEFA カップ出場権を獲得するクラブの原動力となり、翌シーズンには同大会の準優勝に貢献。2001年には UEFA チームオブザイヤーに選出された。2001年にセリエ AAC ミランへの移籍を果たす。ミランではリーグ戦29試合に出場資産得点を上げるなどの成績を残したが、 一年でアトレティコマドリードへ500万ポンドの遺跡金で加入し、プリメーラへ復帰した。アトレティコでの一年目は31試合に出場したが、2003から04シーズンは、足首人体の負傷もあり3試合の出場に止まる。2004年8月31日にプレミアリーグ、昇格組のウエストブロムビッチアルビオン FC に、シーズンローンで加入し、翌年には、母国の FC、 ティミッシュアライ期限付き遺跡となった。2005年8月にヘタフェ CF に2年間の長期レンタル遺跡。2005から06シーズンに左サイドバックのマリアーノ・ペルニアと共に形成したサイド攻撃で再び脚光を浴びることとなり、翌シーズンから完全遺跡に移行する。2007年と2008年のコパデルレ準優勝。UEFA カップ2007から08準々決勝。 進出に貢献した。2010年1月に、ミチェル監督の構想外となると、同月26日に FC、ティミシュアラエイー席。同年8月29日に、クラブと新たな契約を結ぶと、その6日後となる9月15日に、ブラディミル・ペトロビッチの公認として、クラブの選手兼任監督に就任した。十二月四日、マリアン・ヤンク会長との対立により解任された。 ルーマニア代表として1996年にデビューすると2001年3月21日のジョージア戦で初得点を記録。国際大会ではユーロ2000とユーロ2008に出場した。2009年4月1日のオーストリア戦以降代表チームから離れていたが2010年8月に34歳で復帰を果たしユーロ2012予選のアルバニア戦に出場した。 2012年7月、スペインに戻りセグンダ・ディビシオン B に所属する CAF、フエン・ラブラダの監督に就任する。10試合を指揮して、プレイオフ圏内につけていたが、10月にクラブとの契約を解除して、以前からオファーを受けていた FC ペトロルル・プロイエシティの監督に就任。2012から13シーズンは、リーグ戦を3位で終えて、UEFA ヨーロッパリーグ予選出場権を、 獲得し、クパロムニエでは優勝を果たした。2014年3月10日、現役時代を過ごしたヘタフェの監督に就任した。2014年12月18日、公衆不力属級クラブの監督に就任した。だが ACL では、グループリーグ敗退、リーグでもチームは低迷し、2015年7月22日に解任された。2017年9月22日、 ロシアワールドカップ出場を逃した、ルーマニア代表代表の監督に就任した。2019年11月に監督を退任した。2020から21シーズンより、ディナモブカレストで再び指揮を取るが、2020年12月に給与の未払いを理由に契約を解除した。ありがとうございます。